はい、お待たせしました、陣内です。アサシンクリードブラザーフット続きをプレイしていきます。さて今回はミッションを進めていこうと思うんですけど、警戒されちゃう、やばいやばい、どうしたものかな。こっからアウチ、これですごく地味だけど、まあ、確実にこの中なんで、ミッションのスタート地点が。あいつらは。よーし、ミッション始めるぜ。サンタンジェロ城の守りを突破し、中央の塔に潜入し、イジュークにいるチェーザルとロドリゴ・ボルジアに対峙する。フルシンクロは見つからないこと。わ、もうすぐ敵兵がいるじゃん。やべえ、もう早速見つかっちまった。ちょっと難しすぎるでしょ。どっちだ？あっちか。ここ登ればいいかな。おお、眠れ。よくやった弟子。さてここには敵兵は。あれはチェーザレ。あそこの死体には気がつかなかったのか。陛下は城の上階私室にてお待ちでおられます。そこをどけ。ずいぶん機嫌が悪そうだな。なんだあいつは。ちょっと待ってちょっと待って、今あいつなんかおかしかっただろ、動きが。絶対お前って何者だ。もうそれは危険がな。あそこにも見張りがいる。あいつには眠ってもらわねばなるまい。眠れ。あそこにもいるか。見張りだらけだな。さすがは悪の根城だ。さて、あそこに行くべきらしい。どうやってすり抜けたんだ。そのスルースキル俺にもくれ。待って、ここ登っ、無理っぽいな。眠れ。さてこの真下にもいるんだな。そしてこの下にもいるんじゃないのか。上か、上かもしれない。やばい、弟子たちよ。
グッジョブ。大丈夫かお前ら。俺が手伝った方がいいか。なんとかなったみたいだ。あそこにも見張りがいるぞ。まずい。よし、ギリギリセーフ。危なっかしいぞ、さっきからやりとりが。あれはいつ手に入れた鍵だ。ルクレツィアの、なんとかとかいう男から手に入れた鍵だな。どういうこと？新しいカンタレラを命じたはずよ。申し訳ありません。教皇様がすべてをお持ちに。ゲイカはどこ？兄上とご一緒で。妙ね。兄上がお帰りとは聞いてないけれど。こらルクレツィアの声だな。あのお嬢様にも困ったもんだ。厩舎番をしてでよかったぜ。教皇の親族に呆れるよ。その気持ちはわかるぜ。これ上上がれそうなんだけどな。てか上がどうも行き来できそうな感じになっているんだが、いけないのか。いけそうだな。さてそれでこれでヒュッといってポン。それは違うと。失礼。あ、さて、ここから考えよう。上に行くみたいだ。 OK。オッケー、オッケー。よし、さて、これは？これは？こう行けばいいのかな？あのメラメラ気になるな。おらよっとは。よっしゃ、ナイス。お、眠れ。静かにしてろって。残酷だな。敵がどうもいるようなんだが、え、ギルドを利用できない。これで多分ここまで来るから、眠れ。待ち伏せ作戦は成功だ。弟子を使えないのは痛いな。さすがに城内は無理ってか。でも前回はできたんだがな。ここか。ここは一体。おいおい、見張りが。おいおい、ちょい待ち。来るかな。来
来てないみたいだ。あそこにいる。やべやべ。よく確認しないな。明らかに今後ろをすり抜けてった男がいたのに。職務怠慢なんじゃないか。これ上上がれねえの。どうやって上上がるんだ。参ったか。危なかった。敵がいる。これはちゃい。こういった方が早いな。あそこに行けばいい。よし、大丈夫か。後ろに敵兵がさっきいたけど気づかれてはいないのかな。まあいないんだろうな。これどうすればいい。一回上に上がってこう行って下にな。ぜだ。一回ちょっと上に上がって、あ、やばい。もう一回早く。よし、オッケーオッケーオッケー。え、ロドリゴ、リンゴ、何があったのです。何を言っておる。私の資金や軍隊はどこに。我らは財政難に直面しておる。軍も例外ではない。例外ではない。いや、何を言っておる。無理だ。それならエデンの果実を使って手に入れるまでだ。あなたの援助は必要ない。そう言うと分かっておったわ。そなたバルア男爵が死んだのを知っておるか。いや、ゲーカが。なぜ世がそんな真似を。我が総大将殿はあやつと図って世を亡き者にしようとでも。何を言おうとされているのですか。やったのはアサシンだ。なぜ奴らを止めなかったのです。冗談ではない。モンテリジョーニを攻めたのはそなた自身の判断だぞ。自分がしたことの責任は自分で取るがいい。私の功績はあなたの愚かさに邪魔されながらもこれまで戦果を上げてきたというのに。どこへも行くことは許さん。エデンの果実は世のものだ。老いぼれに邪魔はさせぬ。全てを与えたのにまだ不満だというのか。兄上、そのリンゴには毒が。道理をわきまえぬからだ。父上、わからないのか。支配者はあなたじゃない、私だ。生きたければ私は生きる。奪いたければ私が全てを奪うのだ。あなたは邪魔になった。消えてしまえ。なんてこったい。エデンの果実はどこにある。それなら私が知っています。ならばなぜ私に教えなかったのだ。兄上、愛しております。お前は妹だ。うぬぼれるな。どこにある。愛してなかった。リンゴはどこだ。言うんだ。チェーザレもバカだな。チェーザレより先にエデンの果実を入手する。
エデンの果実は、あの窓から入るとするか。あの窓ってどの窓だ。まずまず。エデンの果実はな、マリオのものなんだよ。リンゴをよこせ。あれは私のものなのだ。あれがいるのだ。眠れ。もうこいつらをまず普通に倒す。ルクレツヤの鳴き声がうるさい。おい、かかってこい。あれは私のものなのだ。あれがいるのだ。ここか。違うな。ああ、その窓ね。どうだ、痛いか。リンゴをよこせ。よし。それでこそ我が妹だ。喋ったのか。よし。それで、ロドリゴ死んだのか。眠れ、安らかに。なんてこったい。兄上がどこへ行ったか教えましょう。サンピエトロ寺院の中庭にある別棟に向かいました。感謝する。それは本当の話か。中から向かうのか。ちょっとくしゃみが出そうなんだけど。ちょっと17分57秒、この辺で一回切りたいと思います。早送りしてるともうちょっとあれかもしれないですけど、ちょっとここで一回切りがいいのかな。まあ何せよここで一回切ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。